開幕以来6連勝と首位を行く本田技研が J リーグ入りを狙うコンサドーレ札幌を迎え撃ちました。注目の一戦、早速ご覧いただきましょう。遠州宮古田にコンサドーレ初見山、 JFL のお騒がせ男アルシンドがやってきました。まずは立ち上がり、挨拶代わりのこの一発、いきなり本田ゴールを牽制します。前半17分、左ショートコーナーからアルシンド、頭で合わせたのは昨シーズンまでジュビロにいたキム・ジョンストン。コンサドーレが先制します。さらに27分のフリーキック、またもアルシンドから今度はペレーラが頭で叩き込んで2対0。本田は30分、フリーキックからの相手のクリアミスをスグリがゲット。1点差に詰め寄り、前半を終了します。負ければ首位から転落の本田は後半10分、お待たせしました、ゴールキングロペスの一発、2対2の同点に追いつきます。この日2人目の退場者が出たコンサドーレに対し、がぜん数的優位に立った本田、しかし再三のチャンスをものにできず、ゲームは延長戦へもつれ込みます。そして迎えた延長後半4分、ゴール前安原が粘って粘って粘って、最後はドゥグラスの V ゲット。本田は開幕7連勝でがっちり首位をキープ。この強さ、本物です。